特別なスープをあなたにあげる。あったかいんだから瞳の奥にある私の大きな野望、ワクワクのリズムをあなたにあげる。あったかいんだからいつまでもこのままワクワクさせていてね。先輩上司、社長に頭なでられた。あったかいんだからお返しはキラキラハピネス感動スマイル。また会おうねと繋いだこの手と背が。あったかいんだからいつまでもこのまま話してあげないのよ。みんなが思ってる私の可愛さ止まらないんだから、いつまでもこのまま私を楽しませて。お風呂上がりのアイスの最初の一口、私のスパイスであったかくしてあげる。愛をすすす、恋をすすす、すすすすす、まさきで指先あったかいんだから。涙が溢れてけど知らず起きたよ。あったかいんだから、いつまでも泣いてたワクワクできないでしょう。特別なスープをあなたにあげる。あったかいんだから一人に一人あなたと過ごす時間。あったかいんだから、はい、今夜はね、マムシさんのあったかいんだから歌います。はい、2016年2月の10日に来てほしいなのその番組です。今夜もね、いつも日本さりげない。で、私も一貫としてこんな風に配信しますね、今回はね。まあ、遅くなっちゃったね、休めるからね。まあね、アウトドアから帰ってきて、ちょっと家で寝かせてないし、こんな感じで、今晩はね、はい。こんな感じでね、うん。ああ、よかった、今日。じゃあ、先に公園に立ちやってきてね。で、今日やった結果ね、あとね、残念なことはあれだよ。テレビ1個発表しちゃってないので、それから一つで終わったと、テレビね。あ、こんばんは。あれ、あ、付属のペグマさんも以前からさ、これ、一回使ったらさ、あれ、なんだ、あの、お作りかもしれないから、付属のは一回使ったときとかも、もう、折れちゃって、もうすいません、弱いから。あ、こんばんはね。あ、おばあさんね。だから前から使って4本組のやつね。だから、あの、お作りかもしれないから3本だからさ。3本使ってんのはね、あったんだけどね。だから、1本はね、ちょっと落ち着いたかもしれないね。まあ、しょうがないと間違いないか。探してたんだけど、あの辺ね。まあ、そう、まあいいやな。まあ、うん、そんなわけでね。話せ。それとね、今日もね、あれ、B6 のキタニウムの使ってみたけど、やっぱキタンってね、軽くて、あと、錆びにくいっていうだけでね、あれ、変形はするね、やっぱりね。さっき言ってください、あれ。バーゴンのヘキサゴンのことで言ったらさ、あれもそうみたいな、チタンの変化するって言ったんですよ。バーゴンわかんないけどね、あの、彼女の動画でさ、バーゴンのヘキサゴンの動画で言ってた人がいたんだけど、やっぱチタンニューの方が変化するみたいね。やっぱ僕はビーロックの2人が分かった。以前のステルフの変化がね、ステルフの方がよ、あんま弱い、あんましない感じだった。チタンニューの方が変化がひどいね、やってみてね。まあ軽くて、焼いた茶色くならないだけの話。うん。そんだけ。うん。だからね、僕のおすすめでさ、B6 くんだったらね、高い、北優よりもね、5000円で買えるね、ステンレスの方をね、おすすめします。使って良かった。まあいいよ。買ってから買うのかな、買ってからいいよ。うん。でも今日はね、帰ったら9時頃帰ってきたんだけどね、そうそう、ね、寝ちゃってね、今日ね。帰って帰ってね、結構飲んだから帰って。お茶割りのあの4本飲んだ後に、
なんだったか、注射とかの調子だからね、結構飲んだもん。そうやって言ったもん、でもね、アルコールは疲れんだよ、やっぱりね。アルコールは疲れんだ。まあ、疲れてる好きだからやめらんないけどね。電車のとこだからさ、疲れんだ、ほんと。うん、ね。そうね。さすがでも、まあ、やめらんな、好きだからさ、やめらんないけどね。まだ言うよ、また休むときね。うん。その中でね、さすがさ、去年入りして、まあ、10時ぐらいに起きてるからだから。2、3時間ですね、この後。ね、道具とか洗って、道具も洗わ、そのまま寝ちゃったんだ、あれ。それで今。今は飲まないでしょ。今日は今夜飲まない。アルコール飲まないけどね。だから水分補給しても今夜はね、飲まないよ。で、日曜日はさ、アウトドアで焚き火しながら飲んできたとね。じゃあ今日は、ソフトドリンク。そんな今夜はソフトドリンクだもんね、ソフトドリンクだもん。結構食ったけど、ウインナーもあれ2袋食ってね、うまかったな、あれね。実はホール焼きやったんだよ、あれ。もううまかった。早かった。ああ、うまい。早かった。だから、全然体調すごい飲むとね。今夜はね、女優飲んでます。どうも、お母さんどうもね。今日は昼間アウトドアで飲んでたんでね。女優だ。うまいね、女優はね。もう寝たから帰ってきたからさ。うん。2、3時間寝たんだよね。それもあるよ、寝たんでね。うん。帰ってきたから寝たんだよ。で、風呂入って、今、こんな感じ。寝るってやつ寝てるよね。でやっぱ、あれは疲れんだもんとね。どうも。うん。疲れるよな、あとなぁね。疲れてるだけでやめらんないですけどね。ああ。眠くないんだ。もうまだ寝てないけどね。だから、そう、アルコールはね、牛乳なんてね、まだ完全に寝てないからね。こうなればいいな。牛乳飲んだ。大丈夫かな。俺は一緒にすれば、また。5時間寝る仕事がね、まあ、もっと寝るか5、6時間寝るから。いいね、先にやめは楽しかったね。うん。うん、でも下にも買ったからね、使うけどね、ヒーロー君はね、高い下にも買う必要ないの、使ってるのわかる。変形がひどい、やっぱ、下にも。変形の全然まだいい。まあ、焼いた色がさ、綺麗なだけ、下にもさ、青紫でさ、あとさ、これ茶色にならないだけの話で。音程は結構しっかりよね。うん。でもいや、買ったからね、しょうがないね。もう今度からステーレス、もし、また買うと、まだ、あ、いいね、ステーレスまだ壊れたわけじゃないからさ。あれ、もし買うとしたら、まだ、あ、もう下にも買わない。うん。ステーレスもいいんですから。まだ、あ、高いの買う必要ないよな。うん。で、試しに買ってみても分かったからね。地下入門のビルスを使ってみてさ、あ、こんなもんなんだって。使わなきゃわかんないからな。
できないですか、それに。あんま強くなかったです。3人は軽くて焼き使った後の色がさ、そんな茶色にならないわけなのにね、そんだけ。あとで後日さんにあげますね。うん。ただ今夜焼けば、すぐ上がると思いますね。今日は170g の状態が綺麗だったな。さあ、ホイル焼きね。さっきホイル焼き。ニンニクと玉ねぎと椎茸と豚肉でホイル焼きしたら、レンガするだけで。あと、ニンニク玉ねぎと椎茸と、ニンニクと、マイルド。そんな感じも買ったら、やっぱ、買いすぎだったら、あれ、サバの缶詰とうどん食わなかったな、あれね。うん。あれもまた食わなかった。うん。そう、うん、もう食わなかった。あ、まあ、そう、買いすぎたね。また後日は、初一歩食わない感じだよね。最初でもいいし。じゃあ、今夜は巡業をしていただきました。どうもね。どうも、おばあさんどうもね。またね。おやすみなさい。ゴールデンウィークは、カレンダー通りです。あ、母さんどうもね。カレンダー通りね。うん、このようだと、こっちに、あ、そうだ。うん、あ、そうか、そうか、今、うん、臨時収入で入った感じ。まあ、あんまり言わなかったけど、うちの職場はちょっと通常会議があったからさ、そんなね、担当金がね、なんだっけ、6万ぐらい振り込まれて、さっき見て気づいたんだけど、6万ぐらい振り込まれるみたいなね、担当金って、6、7万か。ちょっと演技主義だね、完璧ってね、初めて。うん。国境コンテストの完璧。うん。うん。ちょっとね、ね、いくらか分かんなかったからさ、いくらぐらい完璧あるみたいなこと聞いたことあったからさ、ちょっと嬉しいね。うん。うん、じゃあ今日はこの辺で。うん。おやすみなさい、どうもね。まあ、もう一回ね、ゴールデンウィーク、カレンダー通りです。ね、カレンダーで、なんか飛び死になるね。仕方ないことで、そんな感じ。うん。あ、そうだね。今度、休みだったら今度はちゃんと行こう、行ったとしてるね。うん。あ、そうだ、そうだからね。ちゃんとさ、うん、またビールを使おうかな、ちょっとゲーム。うん。だからでもビールを使おうしに行ってから、まあ、そうだからね。うん。今、あれよね、なんか。ユーロックがいいよね。うん、そうか、長さがあるんだからね。なかなか、あれ、立ち上がって。ね、ほんと、木炭使わないからでもな、もう。木炭がどこ前に、まあ、おかずに来てたんで。まあ、さっきの頃、あれ、木炭だったからさ。今、立ち上がってね、あんま使ってないんだよね。なるべく、使わないとね。今、立ち上がりたくてしょうがない感じだからさ。うん、じゃあおやすみなさい。じゃあごめんね。また明日ね。明日も昼から来たりね。じゃあまた。今日寝ちゃったからこんな感じで。じゃあまたね。今日は美味しく、順位を美味しく、いつもみんないます。じゃあまた。ありがとうございます。